どうも、はじめです。こちら何でしたっけ？パスタです。あ、パスタですよね。和風キノコパスタです。前回焼きそば、豚キム焼きそばをミキさんにね、作ってもらったんですけど、なんかさらに変わると。スープパスタ。スープパスタ。この焼きそばがスープパスタになるらしいんですよ。そのアレンジレシピっていうのを今日はなんか紹介してくれるっていうこと。焼きそばじゃないですけどね。この和風キノコパスタがスープパスタになる。まあスープパスタ系のつけ麺ですかね。つけ麺？はい。つけ麺。さあというわけでミキさん。はい。始めちゃっていいんですか？ぜひよろしくお願いします。早速始めちゃっていいですか？はい。これが和風キノコパスタです。彼がホールコーンです。そしてこの、メキシカンスタイルブレンドチャイニーズ。これチャイニーズですか？チーズです。あ、チーズですかこれ。チーズです。あ、チーズでしたね。はい、すいません。メキシカンスタイルブレンドのチーズ。はい、そしてこの後ろに見え隠れしてる方が、見え隠れしてる方が。これは見ないことにしておきます。あ、そうですね。じゃあ、はい、見ないことにしておきます。で、これであとボールです。はい。始めます。ミキさん、ちょっと疲れてますね。いや、疲れてんじゃないですよ。あの、顔面が動かないんで、左が。僕もだいぶ疲れてます。まあ、今日朝が飛ばしちゃったんで、そうですね、2人で。テント張っちゃったんですよね。これ、ミキさんのも合わせると5本目の撮影です。本当ですかね。ちょっとすごい。開けます。はい、これ、皆さんにコツ教えていいですか？お願いします。これ、開けるじゃないですか。はい、どうすんの？コーンこぼれちゃってるじゃないですか。もう一回これ戻すんですよ。はい、で俺、指で押さえるんですよ。水だけ出る。ヒームロウィップ。何でしたっけ？なんか去年やってたな。そんなことやってません。これで、水だけ出るっていう、この、テクニックを見せなかっただけなんですか？コーンの匂いがしてきましたね。はい、なので、小指一本だけでも、いけます。ヒムロウィップ？ヒムロウィップでございます。このどうしますか？これどうしたらいいんですかね？はじめさん、僕どうしたらいいですか？え？とりあえず焦げますんで、まず先にそうですね。水は数ずつ危ないので。ここにフィルタード。トールですか？そう。トール水出ちゃうんですか？大丈夫ですか？トール水。跳ねるんで。これ押すだけですか？はい。あ、すごい。ありがとうございます。はい、いただきます。まあ、とりあえずこのぐらいでいってみましょう。まずお水を入れます。はい。入れます。固まった。本気ですか？固まった。本気ですか？固まってますね、それ。本気。この量本気ですか？ちょっと入れてるのかなと思うんですけども、固まってますんで。はじめさん、これ僕どうしたらいいですか？これもう戻れないですよ。この量本気ですか？はじめさん、僕もう戻れないですよ。と思うんですけど、多分このぐらいが適量だと思います。なるほど。はい。カロリーがすごいんですけど、なんかはじめさん、自分のことちょっと一回映してみてください、カメラで。ガリガリじゃないですか。ガリクソンですよ、もうやめてください。その後に僕映してみてください。ブルブルじゃないですか。プルプルですよ、ダメですよ、もうどんどん食べてください。はじめさんもいい加減ちょっと食べてください。ほら、見てください、いい感じにとろみ出してきました。これが通るすいません、ごめんなさい、さあ、多分ちょうどチーズ、これぐらいの量ちょうどいいんじゃないですか、ね、すみません。すごい量。もし多かったら、はじめさんごめんなさい。はい。差し入れ謝っておきます。これはおそらくですね。お水足りないです。楽しい。ありがとうございます。ちょっと軽く、胡椒で送りましょうか。本格的な、回すやつですか？これ回してきてください。持ち方あるんですよ。はい、こう親指ここに当てますね。はい、で、ここ、人の中指とこの薬指のところをこうやってやって、こうやってやると、氷室京介です。まあ、このぐらいですかね。ミキさん。はい。チーズディップ作ってます？はじめさん、つけ麺だって言ってるじゃないですか。はじめさん、スープだって言ってるじゃないですか。あ、できました。うまそう。ここうまそうじゃないですか、この断面。この断面うまそうじゃないですか。この辺やばいっすね。あれなんか勘違いしてませんか？今日僕はなんかブリトーを作って、はい、で、その後チーズディップを作ってるっていう勘違いをしてませんか？違うんですか？つけ麺だって言ってるじゃないですか。あ、ごめんなさい、汚しちゃった。ちょっと、くしゃみです。すいません。口から変な食べてみました。ごめんなさい。何でも入れてないんですよ、僕ね、これ。わかりました。いや、でも分かんないです。はい、すみません。見えなかったです。量的にはちょうど良さそうですね。
例えばチーズ今から外して、はい、もう一回ラップして戻っとくっていうのも可能ですかね。多かったってことでいいですか。え、なんかちょうどなんか量が今ちょうど良さそうじゃないですか。今ちょうど良さそうです、ね、そうですよね。これちょっと上げてもよろしいですかね、はい、間違えたってことでいいですか。皆さん認めます。まあそうですね、これでまあもし残りましたら、はい、これであのパスタを絡めていただくとか、ちょっとチキンを炒めてもらってパスタと絡めて食べていただくとか、そういうこともできますので。つけ麺って言ってませんでした。いらっしゃい、やってるよ。いや、お客さんに冷やし中華ありますかって言われたんで、やってるよって言いました。でも見たんですよ、この遠くからすごいな。はじめさん分かります、はじめさん真剣ですかもうこれ。いただきます。これでな、ちょっとパセリ、乾燥パセリかなかったらちょっと色付けにできたんですけどね。いかがでしょう、これとこれ並べて見てください、見てみてください。これ何ですかこれ。つけ麺です、つけ麺大盛りです。カリフォルニア、リビングライフ。なんで笑ってんですか。どうしたんですか。なんで笑ってんですか。どうですか。ラーメン嫌いですか。ラーメン好きです。ラーメン好きですよね。はい、つけ麺嫌いですか。つけ麺好きです。好きですよね。はい、召し上がれ。これどんな味なんだろうな。召し上がれ。だいぶチーズ入ってますよ。これチーズですか。はじめさん、よく見てください。これ豚骨濁ってるだけです。それはつけ汁でした。ちょっと一旦ビールで落ち着いていいですか。いや、食べた後ビール飲んだ方がいいかもしれないですね。口さっぱりするんで。こうでいいですか。そうですね。まあ、それでもかけてもいいですし、好きだよね。でも全部かけてしまうと、はじめさん、ずっとこの味ですよ。なんかちっちゃいようなものを持っていきましょうか。まあ、前の動画をね、見てくれた方、はい、これを美味しいのは多分分かってると思うんですよ。はい、このパスタ。パスタ、はい、和風キノコパスタ、はいはい、キノコってひらがなですからね、和風キノコパスタ。どうでもいいっすね。おしゃれなんで、はい、じゃあもういっちゃいますね。どうですか、いっちゃいますね。なんかその勇気いるみたいな感じになってますけど、はじめさん、これはただのつけ麺です。どうしてはじめさん、ちょっとで行こうとするんですか。がっつり行きたくないですか。いや、行きたいんですけど、つけ麺ってがっつりじゃないですか。あるじゃん、限界量って。限界量って。ちょっと顔面と相談して。おぉ、うわこれはすごいことになったな。はい、おいしそうですね。うまそうですけどね。すごい、はじめさん、なんで手がそんな震えてるんですか。じゃあいただきます。お願いします。召し上がれ。うまそうだな。糖尿じゃなきゃな、僕も丼いっぱい食ってるんですけどね。うまい。いや、なんか最後までいきましたね。うまいですか。まずいんですか。うまいですか。はい、飲んでください。口きれいにしてください。メギさん。はい。めちゃめちゃうまいです。うまいっすか。よかった。言ったじゃないですか、ちょっとつけ麺ですから。めちゃめちゃうまいですけど、はい、濃くて、はい、吐きそうになりました。うまいっすよ、これ。うまいっす。ただ、あの量をディップすると、はい、ちょっとあの、糖を入れすぎて、はい、クッとします。じゃあ、豆乳の僕は食べれないじゃないですか。あ、食べない方がいいと思います。それは食べない方がいい。はじめさん、なんてキノコ1個だけで食べる。はじめさん、これフォンデュじゃないんですか。フォンデュみたいな食べ方やめてくださいよ。これチーズフォンデュ。はじめさん、今フォンデュ的な食べ方しましたけど、これはじめさん、つけ麺ですから。チーズフォンデュだ、これ。どうですか。でこちらの方、すいません、一口っておっしゃってたんで、はい、一口っておっしゃってたんで。糖尿病の方ですか。はい、はい、橋本さん、だって僕の一口って言いましたよね。僕の一口こんなんですけど、このぐらいですけど、僕の一口この多いですか。じゃあすいません、ディップした方がいいですかね。みさん、気をつけてください。はい、本当に本当に気をつけてください、これ。それ本気の本気ですね。橋本さん、僕ちょっと心配になってきちゃった。食べろるかな。やめた方がいいですかね。じゃあやめます。あ、いえいえ、ここまでやったら。そうだね。いや、めちゃめちゃうまいです、これ。ただすみません、今日一言言わせていただいていいですかね。はい、僕食べ方すごい汚いんですよ。なぜかというと、はい、顔左動かないんですよ。口開かないんですよ。こうなんですよ。
この状態なんで、こぼれたらごめんなさい。進めないんで、すいません。チラッと見た。うまいですね。ちょっと僕ちょっとフォンデュいただいてよろしいですか。フォンデュ的な食べ方してもよろしいですか。はい。うん。フォンデュベストですね。ちょっと豚肉とかね。ああいいですね。ちょっとカリカリベーコンみたいな。さっきのどうですか。ブリトつけてみてもいいじゃないですか。あ、ブリトじゃない。あの、美味しい。このソースめっちゃうまいですね。あれで作るんですね。はい。あの、チーズディップのソースって。はい、メキシカンの。ラーメンスープです。僕の秘伝のオリジナルのラーメンスープです。見ました？鶏ガラスープで割ってたんです。あれ水じゃないですよ。あ、そういうこと、あ、昨日。あれ冷蔵庫から出てきた水をそのまま足したわけじゃないですよ。あ、そうなんだ。初めは鶏ガラスープですよ、あれ。そういうことだったんですね。もちろんです。キャロットの緑の場合。今日は、はい、まあ、総合的にまとめますと、両方ともメキシカンフードです。言っちゃってるし。もうイタリアンから始まって韓国を通ってのツアーで最後メキシコに泊まるっていう。なるほど。着地地点はメキシコです、今日。チーズどうですか、これ。飲み干します夜食べてるんですかね。八王子すごいですね。僕、糖分上がってきましたね。ですよね。クラクラしてきました。僕ですらなってますもんね。多分糖分も 13.75 でヒットしちゃってるんじゃないですかね。6以下をキープしないといけないんで、僕。だから今 13.5 ぐらいなんで。その数値が分かんないです、僕には。6.5 なんで、ちょっと危ないですね。大丈夫ですか？ 6.5 に抑えないと体が危ないので。あれ、でもちょっと顔戻ってきてますね。本当ですか？本当にさっきよりか、さっきよりなんか、やっぱりいっぱい喋ったからじゃないですかね。ああ、戻ってきてます。なんか、針治療とかするといいらしいですよね。へ、あ、電池が切れそうだ。ちょっと電池が切れそうだ。あ、すみません。ありがとうございます。ぜひね、ミキさんの、YouTube チャンネルも。はい。あ、もう本当に、本当にお願いします。YouTube チャンネル、僕の YouTube チャンネル登録してたら、はい、漏れなく、先着10名様に、これ、いきますよ。送りつけられるんで。冷凍で真空パックで。ぜひよろしくお願いします。私のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは、ちょっと本当に電池が切れるんで、また次の動画も楽しみに。バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. ちょっと濃いっすね。うまい。めっちゃうまいっすね。もっと水足したらあれですか。